疲れ様です。クロストの龍です。ナスです。よいしょー、はい。はい。はい。このチャンネルはですね、サッカー J リーグが大好きな兄弟の日常を動画にさせていただいてます。はい。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい。今日はちょっと報告というところお願い含めてですね。はい、ありがとうございます。はい。はい。まあ今回、うん、まあサムネイルにもあったので、ちょっとご報告がありまして。はい。経緯から話していいですか、うんうん、経緯から話すと、うん、結構僕たちのチャンネルって、うん、まあ、アビスパーって感じで始まったものの、もともと J リーグ好きだよねとかで、はいはい、なんかいろんな J リーグの方が見てくれるチャンネルになったじゃないですか、うんうんうん、まあ、アビサポとしてですけどね、うんうん、アビサポとしてこのチームこうだよね、いいよね、うんうん、いいよねと話してたら、うん、今名古屋のサポーターさん、鹿島のサポーターさん、浦和のサポーターさん、いや本当にありがたい、もう本当に皆さん見てもらってて、うんうん、結構ね、うん、我々 DM とかでも、うん、この試合取り上げないのとか、うん、この大会取り上げないのとか、そうね、このチームもちょっと特集してほしいみたいな、そうそうそう、結構、うん、こうアビ以外のところの需要とかもいろいろあって、うんうん、なんかでもなんかこう難しいというか、うん、なんかこうごっちゃごちゃになっちゃうんですよね、うんうん、まあ、やってたんですけど、うん、それともともと YouTube 始めたきっかけとして、うん、なんかこう福岡を発信したいよねとか、うんうんうん、福岡でいろんなことしたいよね、うん、たまにこう似顔絵とかふざけた企画やったり、外でご飯、うん、フルーツサンド食べたりとかっていうのがあったんですけど、やっぱこうチャンネルとしてちょっとごちゃごちゃしちゃうんじゃないかなっていうところで、今回、チャンネルを分けることにします。はい。まあ、サブチャンっていうほどでもないんですけど、まだ我々。全然ね、しょぼしょぼやし。サブチャンっていう言い方までもなくて、ただこう、やっぱり僕たちのことを、それこそね、昔さ、カフェ動画とか、言ってたじゃん、うん、なんかわざわざか遡ってそれ見てくれて、うん、おもろかった、もっと見たいとか、うん、むしろなんかカフェの動画とかまだ私はそっちの方が見たいんだけどとかっていう人もいたりするんだよ、うんうんうん、そういう福岡を発信とか、うん、まあ、我々2人でふざける動画っていうものはちょっと別のチャンネルでやりましょうと、うんうんうん、このチャンネルに関しては、うん、よりねこうサッカーの濃度を、うん、高めようと、うん、もうよりこうサッカーしていきたいなっていうところで、はいはい、うん、でアビスパサポーターっていうのは変わんないんですけども、うんうんうん、もっと広くさ、うん、J リーグであったりとか、うん、まあ、日本代表、うん、海外サッカーとかも、うん、僕結構ユベントスが前から言ってて好きで、うんうん、まあ、セリエとかもちらほら見たりするんで、うん、なんかもっと幅広くこうサッカー情報チャンネルにしていきたいなと思いますので、うん、はい、なのでアビスパ福岡に関しては、うん、もう一個の、うん、チャンネル、そうね、このチャンネル、うん、あの概要欄に貼っとくんで、うんうん、そちらに、で今後ちょっと我々の趣味として、うん、そうね、個人として応援してるチームだから、そうね、うん、そこは一緒にちょっとごっちゃしないようにアビスはアビスパのところで ね流したいっていうのと、今アビスポでこう俺らをとして見てくれてる人もいるから、そう、ね、そうね、まあ、そっちの方でもっと深くねアビスポともつながったりとかできたらいいなっていう状況で、ね、そうですね、うん、コメントで一個あってちょっと嬉しかったのは、うん、なんかこう女性ミクさんが出てくれたりとか、うん、この間僕のねトモくんが出てくれたりとか、うん、こういったクロストファミリーが増えたらいいなみたいなとかを言ってくれたりもしてたから、そういう密なの方はもう一個の方で、なるほど ねっていうところでやれたらっていうところで、いやそうですね、うん、結構ね、うん、難しかったもんね、うん、なんかいろんな福岡のこと発信したい反面、うん、サッカーだけ見たい人もいるんじゃねえかとか、もちろん、結構いろいろ悩みながらやってたんで、うん、まあここはもうサッカーで見てくれてる人も増えてきたし、うん、もうそこはそっちでやっちゃおうと、うん、まあ、動画増やすんで大変になるだけなんですけど、うん、まあまあね、大したお金になってないし、うんうん、まあ、また僕たちは過労死していくだけなんですけど、うん、そうね、ただで、うん、でこのサッカーのチャンネルに関しては、うん、新しくノートも開設しようというところで、はい、はい、ノートこちらも書いてますね、はい、はいはい、でなんかそのノート、うん、今までこう僕それこそねもう一試合あって、うん、アビスパ対川崎の試合とか、うん、僕ねあの日ねどなんか文章にしたくなったんですよ、うんうん、するチャンネルも持ってないし、うん、なんか急にしたとこでっていうのもあったんで、うん、こうなんか動画で伝えられることもあれば、うん、文字で伝えられることもあると思うんで、うん、なんかそういう意味でもノートをやっていきたいなっていうのがあったんで、うん、まあ、一緒にねこのためにノート始めますと、はい、で我々今まで基本2人だったんですけど、うん、ちょくちょくお手伝いしてくれてる、ね、実は、うん、友達、うん、あの地元の本当に、うん、本当に地元4人で風呂行くような、うん、ね、サッカーの友達がいて、うん、が今後協力してくれて、うん、よりこうサッカーの情報っていうところを、ね、幅広く発信できればなっていうところで、うん、ちょっと、まあ、ご協力してもらいながら情報量を増やしていきたいな、うん、そうね、
あとはあの審判の情報とかもね、そうもらってた通り、そうずっと言ってたんですけど、うん、まあ、周りで実は審判を結構一生懸命やった友達がいるんで、うん、そういった方からもいろいろ聞いてたのを、うん、まあ、動画にしてね、うん、とか、まあ、もっと幅広くサッカーっていうものを、うん、初心者なりにね、そうね、初心者なりに初心者として、うん、初心者じゃない方もいるかもしれないですけど、うん、まあそうか、プロじゃない時点でみんな初心者としたら、うん、まあ、初心者なりに初心者の皆さんのために初心者としてやっていきたいなっていうところはあるので、うん、まあ、より見やすい動画で、うん、新しく作って、はい、新しく来てくれた、助手です、はい、助手、はい、チャーリー・ブラウンも来てくれたので、はい、まあ、新たにね、うん、名前も黒坂、うん、クロストチャンネルより黒坂っていう感じにして、うんうんうん、まあ、パワーアップしていきたいなと思うので、はいはい、まあ、ぜひ今後とも、うん、まあ、変わらぬご愛顧をいただければと思いますし、うん、今後はまあアビスパに関わらずこんな企画やってよとか全然持っていただければと思いますので、うん、そうね、はい、まあ、ぜひちょっと中途半端な動画になっちゃったんですけども、はい、今後ともぜひこのチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、で、またもしよろしければ、はい、もう一個のチャンネル概要欄に貼っておきますので、うんうん、こっちの方も見ていただけると幸いです。はい、そうね、今までやってたアビスパのこう生配信、アウェー生配信とか、アビスパのプレビューとか、レビューとかっていうのは、このもう一個の方で ね、 そうですね、配信していく形になるんで、はい、ちょっと今のうちに移行してもらえたら、ありがたいです。と思います。はい。はい。はい、というところで、うん、ちょっとね、報告報告をさせていただきましたけども、はい、本当に皆さんのおかげで、うん、もうすぐ1年ぐらいになるから、そうね。やれてるので、本当にいつもありがとうございます。うん、ありがとうございます。今後とも、はい、ぜひ、クロスと、うん、チャンネルを我々2人をよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。はい、バイバーイ。